全文検索、全文検索、全文検索とは、コンピュータにおいて、複数の文書、ファイルから特定の文字列を検索すること。ファイル名検索や、単一ファイル内の文字列検索と異なり、複数文書にまたがって、文書に含まれる全文を対象とした検索という意味で使用される。順次操作検索、逐字検索とも言う。グレップとはユニックスにおける、 文字列検索コマンドであり、複数のテキストファイルの内容を順次操作していくことで検索対象となる文字列を探し出す。一般にグレップ型と呼ばれる検索手法は、事前に作品ファイル、インデックスを作成せず、ファイルを順次操作していくために検索対象の増加に伴って検索速度が低下するのが特徴である。ちなみにグレップ型とは、 実際にグレップコマンドを使っているという意味ではないので注意のこと。検索対象となる文書数が膨大な場合、グレップ型では検索を行うたびに一つ一つの文書にアクセスし、該当データを逐次検索するので、検索対象文書の増加に比例して、検索にかかる時間も長くなっていってしまう。そこで、あらかじめ検索対象となる文書群を操作しておき、 高速な検索が可能になるような作品データを準備することで検索時のパフォーマンスを向上させる手法が取られている。事前に作品ファイルを作成することをインデクシングと呼ぶ。インデクシングにより生成されるデータはインデックス、インデックスと呼ばれ、その構造は多くの場合、文字列ファイルの場所ファイルの更新日出現頻度といったようなリスト形式、テーブル構造をとり、 文字列が検索キーとなっている。検索時にはこのインデックスにアクセスすることで劇的に高速な検索が可能となる。英文の場合は単語と単語の間にスペースが入るため自然スペースで区切られた文字列を抽出していけば作品データの作成は容易となる。しかし日本語の場合は単語をスペースで区切る分かち書きの習慣がないため 携帯素解析技術を用いて文脈の解析、単語分解を行い、それをもとにインデックスを作成する必要がある。携帯素解析を行うためには解析用の辞書が必須であり、検索結果は辞書の品質に少なからず影響を受ける。また、辞書に登録されていないひらがな単語の抽出に難があるなど、技術的障壁も多く、検索漏れが生じることが欠点とされる。 n 文字インデックス法、n グラム法などとも言う。検索対象を単語単位ではなく、文字単位で分解し、後続の n-1 文字を含めた状態で、出現頻度を求める方法。n の値が1なら、ユニグラム、2なら、バイグラム、3なら、トライグラム、と呼ばれる。例えば、全文検索技術という文字列の場合、全文、文献、検索、作技、技術、 術、集団と二文字ずつ分割して作品化を行ってやれば、検索漏れが生じず、辞書の必要もない。携帯素解析による分かち書きに比べると、二つの欠点がある。意図したものとは異なる検索結果、いわゆる検索ノイズの発生と、インデックスサイズの肥大化である。検索ノイズの一例として、京都で検索すると、東京都庁という適合をしない検索結果が返って、 来る場合が挙げられる。他に日本語文書から、作品文字列を抽出する手法として、文字種による切り分け、設備字配列、シグネチャ法などがありそれぞれに特徴があるが、先の2種に比べると大規模なシステムには適用しずく、精度の問題もあり、主流とはなっていない。検索対象文書が、プレーンテキスト以外、例えば HTML 文書ならば、 タグの除去等の処理を行ってテキストを抽出できるが特定メーカーのワープロ独自形式などバイナリ形式の場合インデクサは直接ファイルからテキストを抽出することができないため文書フィルターを利用して該当ファイルからテキストを抜き出す必要が生じる文書フィルター機能はインデクサが内包しているものもあればアドインなどの機能拡張によって実装する場合もある 全文検索用のインデックスには様々な形式があるが最も一般的なものは単語と単語を含む文書ファイルの ID とで構成された可変調のレコードを持ったテーブルで点値ファイル、点値、インデックスともと呼ばれるものである。インデックシングや実際の検索の際には2分探索などのアルゴリズムを使って高速に検索単語から文書 ID を探し出すことが出る。 検知ファイルのデータ構造や採用している探索アルゴリズムは全文検索システムによって様々であり、これらの違いによってインデックスサイズ、検索速度、検索精度に大きな違いが出ることがある。全文検索システムの評価指標の一つとして再現率と適合率、精度が用いられる。前者はいかに検索漏れが少ないかを表し後者は いかに検索ノイズが少ないかを合わす。一般的に両者はトレードオフの関係にあると言われている。情報検索検索性能の評価。検索された文書は更新順、ファイル名順、文書のタイトル順などに相当される。一般的な検索エンジンでは独自のランク付けルールも適用し重要度などと呼んでいるものもある。ランク付けの基本的な考え方は ユーザーにとって重要と思われる文章を上位に表示することであり、以下のような手法が取られることが多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。